こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。ついに、原子力空母で運用予定の F-35C 型戦闘機を運用していく予定と情報をキャッチしました。今回は、この F-35C 戦闘機がなぜ遅れているのかを詳しく見ていきます。やはり、空母とステルス戦闘機のバランスの問題なのでしょうか。ホーネットと半分にしてもいいような気がします。アメリカのロッキード・マーティン社を中心に開発された単発探査の第5世代ステルス戦闘機である F-35 ライトニングにはほぼ同一の機体構造で、通常離着陸機型 GTOL の A 型、短距離離陸垂直着陸機型ストーブルの B 型、艦載機型 GV の C 型の3タイプが存在するマルチロール機で、開発計画時の名称統合打撃戦闘機ジョイントストライキファイターの略称である JSF として呼ばれることもある。3つのタイプの機体における共通性が高いことから、運用や整備性などにメリットがあるとされ、1機1億ドルを超えるとされている高額の戦闘機ながら、最終的には世界に向けて5000機以上が製造されるものと予測されている。2021年現在では西側諸国の主力戦闘機として導入が進んでいて、本国のアメリカのほか、我が日本の航空自衛隊、イギリス、イタリア、ノルウェー、イスラエル、オランダ、オーストラリア、フィリピン、韓国が運用を開始していて、その他にも導入を予定している国が多数あるという。日本の航空自衛隊での F-35 導入予定は、通常離着陸機型、GTOL の A 型102機を次期主力戦闘機として、また、短距離離陸垂直着陸機型、ストーブルの B 型を、海上自衛隊の護衛艦、いずも、と、加賀、に搭載するとして、42機となっている。これまでの経緯から、当面は、いずも、加賀、での運用は、航空自衛隊と海上自衛隊による、共同運用となるが、将来的には、空母に搭載される航空機部隊は、海上自衛隊の所属になると、見ている向きは多い。また、自衛隊と同様に空母を運用する、あるいは、予定している国は、同じように、A 型と B 型を導入することにしており、イギリス、イタリア、韓国がこれに当たるが、シンガポールのように、空母は、ないものの B 型をのみを採用する国もある。このように、各国とも、様々な事情を抱えながらも、導入が進む F-35 であるが、3タイプの中で、アメリカ海軍が F/A-18 スーパーホーネットに代わるステルス性の高い艦載機型 GV として期待していた C 型だけ、その開発が大きく遅れていた。この F-35C はそもそも空母においてカトバー、カタパルト、アシスティッド、テイク、オフ、バット、アレスティッド、リカバリー方式での運用を前提として開発されていて、初艦ではカタパルトを使用して高速で射出し、着艦はアレスティングギアとして、機体のアレスティングフックを甲板上のアレスティングワイヤーに引っ掛けて制動する発着艦システムで、現在、世界でカトバー方式を採用している空母を保有しているのはアメリカ海軍だけである。F-35C における F-35A との相違点は、低速時の揚力を増加させ安定させるために、主翼、垂直尾翼、水平尾翼などがやや大型化されているほか、空母艦内での格納スペース確保のために主翼が折りたためる構造になっている。さらには、機体と車輪や足などの膠着装置の強化や、前輪のダブルタイヤ化、カタパルト発進バー装着、収納式のアレスティング、服などを装備していて、そのために、機体重量が A 型より重くなり、リフトファンなどで重くなった B 型とほぼ同じ重さとなったのであるが、機体がやや大型化したことで燃料タンク容量が増し、航続距離は A 型より約 14% 伸びたとされている。しかし、試験を重ねるうちに、アレスティングフックの形状の不具合や、位置が主脚に近すぎることなどによって、
空母甲板上のアレスティングワイヤーに引っ掛けることが難しい問題が判明した。その後、この問題は、フックの位置を改めて再設計することで解決したが、F-35C の実用化を遅らせる要因となったのである。そして、この F-35C の開発遅延は、イギリス海軍の空母建造計画にも、大きな影響を与えていた。イギリス海軍は、2009年7月に、空母、クイーン・エリザベスを寄港していたが、当初は、カトバー方式とストーブル方式のどちらの発着艦方式にも対応できるように設計されていた。2002年9月に、搭載機として、正式に F-35B の採用が決定されて、スキージャンプ台を使用してのストーブル方式の空母として、工事が進められていたところ、2010年10月に、F-35B の開発が遅延していることで、搭載機を F-35B から F-35C に切り替えると発表されたのである。しかし、すでに1番艦クイーン・エリザベスの工事が進捗してしまっていたことから、これはそのままストーブル方式の空母として建造することとし、2番艦のプリンス・オブ・ウェールズをカトバー方式として設計変更することになったのである。ところが、切り替えるとした F-35C も、また、先の理由などで開発が遅延しているばかりか、F-35B よりも、購入費用が高くつくことが判明したため、結局、プリンス・オブ・ウェールズも、ストーブル方式の空母として建造されることになったのだった。この際のドタバタで、イギリスが費やした費用は、1億ポンド以上に上ったとされているが、もし、F-35C を採用したとしても、2隻の空母に超高額なカタパルトとアレスティングワイヤーを装備した場合の費用はそれくらいでは済まなかったであろうと考えられ、 F-35B C の開発遅延が影響を与えたというのは表向きの理由で、そもそも経済力の低下が著しいイギリスに費用がかかるカトバー方式の空母を建造する余裕がなかったというのが本当のところではないだろうか。なお、現在クイーン・エリザベスではイギリス空軍 RAF 第617飛行隊ダムバスターズとアメリカ海兵隊の第211海兵戦闘攻撃中隊 VMFA-211 の2つの F-35B 飛行隊が搭載されていて、イギリス空軍の F-35B 導入が伏見部隊の体制が整うまではアメリカ海兵隊の協力を仰ぐことになっている。日本の出雲や加賀もF-35B の導入進捗と東シナ海、南シナ海の情勢によっては、このようにアメリカ海兵隊の F-35B を搭載しての出動があるかもしれない。それは、さておき、F-35C について、アメリカ海軍は、その導入をあまり急いでいないと思われる説があり、現有の FA-18 の後継的存在として、FA-18 の改修版である、ブロック3を78機導入する契約をボーイング社と締結した。2020年6月に、試験機2機が納入されて、現在試験中で、2021年から導入されるこの機体は、構造強化やレーダーやセンサー類も、最新の装置となり、データリンクシステム更新やアドバンスドコックピットシステム ACS の採用などで F-35C、F-35C と併用して運用される見込みである。また海軍において2019年に F-35C の艦上運用が開始されたのに続いて、海兵隊の F-35C 飛行隊である第314海兵戦闘攻撃中隊 VMFA-314 ブラックナイツが初度作戦能力IOC を獲得している。今後、ブラックナイツは、空母、カール・ビンソンに配備されて、強襲揚陸艦に配備される F-35B 飛行隊と、共に、揚陸作戦のサポートをすることとなり、航続距離や兵器搭載能力に優れる F-35C の、参加によって、作戦の幅が大きく広がると、期待されている。